こんなねご相談いただいております。自分はいい親になれない気がします。子供のへの愛情はあり幸せです。ただ家のことは正直得意ではなく、できればやりたくないです。仕事も大切にしたいです。まだ子供は小さいのですが、大きくなったら嫌われてしまうかもしれません、というようなね、こういうご相談なんですけれども、まずねこの方にね、お伝えしたいお言葉というのがありまして、それがね、こんな言葉いかがでしょうか。自分がね向いてないと思うことは一生懸命やらなくてもいいのよ。全能を目指すために生きてるわけじゃないもの。得意なことを伸ばすか好きなことをやるか、それでいいのよ、とこういう言葉をねお届けしたいと思います。でね、この中でね、一番大事なことっていうのは、自分が本当にやりたいことや向いてることというのを、率先してやると、そちらを伸ばしてあげるべきであって、苦手なことというのはね全知全能じゃありませんのでね、マルチに全部できる必要はないと。でそれをやらなきゃいけないと思っちゃうとね、子供を見るということがね負担になってしまったり、そのせっかくの愛情がねなんかこう重荷になったりとか、いろいろ考えたりして空回りしやすいんですよね。だからそういうね苦手なことっていうのは、やらないわけにはいかないでしょうけど、最小限とか効率よくとか、そういうふうにやって、その自分がね一番やりたいこと、子供さんにね見せてあげられることっていうのを伸ばしてあげるのがいいかと思うんですね。ただちょっとこのお悩みでね少し気になるのはね、家のことは正直得意じゃなくてやりたくない、仕事も大切にしたい、大きくなったら子供に嫌われてしまうかもしれないという感じにね、一つのね考え事をしてると、そこからいろいろ広がっちゃって、自分でねどこが悩みなのかねちょっと分からなくなっちゃうような癖があるのかなっていう気がします。なんでねこの方に関して言えばね、特別自分にとってね一番大事なことというのと、大事にしなくていいこと、ちゃんと頭の中でね区別するということもねちょっと練習としてやった方がいいかもしれないです。じゃあどうすればいいかっていうと、一番ね手っ取り早いのは書き出すということで、箇条書きにしてね簡単に書いてみると、そうするとくちゃくちゃとしたところはね、これいらない要素だなとか分かるようになるんで、自分が困ってることはこれだなっていうのを、人に一目で伝えるという意識を持って書き出してみると、そういうことをね常に時々やっとくと、自分のね方針っていうのが見えてくると思います。その中でどうしても苦手なことはやっぱりやらなくていいですよ、というようなね、そういうお答えになるかとは思います。参考になったかしら。